さあだいぶ苦しい展開だが、なんとか負けるか。ハザマ 1P 打たせるかない 2P 町狭間の第4試合目です。なるほど。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action。 フット伸びろ光線3、10秒ガラス裏に回っていくが、はい、熱戦が見置きに熱戦が思わずバースト。ジャンピージャンシー繋がってないが、ジャンシーまで当たればジャンピーが繋がる。きれいしたがみ、裏上げ抜けるの早いが、いいはずに対応するのも早い。空対空ジャンピッチバスト、さあ一方先取したのはセリカ。さあぐるぐるで突っ込んできて、ジャンプに投げて強化セリカアップ上がる、拾いはミス。さあ直上が地上で割り込んで、ワンシー 6D ネッパーのところ押せきれたか。ブレイクブレイクはキープしていくが、しゃがみが通る。さあ言ったセリカがリーチ。あなたが何を企んでいるのか。 Here comes a new challenger。 さあランドは5盾を動かしできるか、それとも5盾に行ってしまうのか。ああそのまま置いてていいっすよ。残り9秒ぐらいで多分認識します。ハザマ、さあ行きましょう。5試合目、 1P 側ユッタセリカ、 2P 側マジハザマです。オッケー、これから怖い怖い、空対空決めて落としてからの立ち投げ、さあ 6B3 に締めできないが、こっちですよ、さあ最後のサンダーパンチ目が強い。いいですよ、中段通して立ち入れが立ち入れの遅れた。さあ突然連着してくるセリカ、つなげ、落として 6D を立ち見えてます。届けました、していきます。さあガーキャン OD 空投げが抜けている。いい発生にキャッチを合わせてくる。まだ頭残っているが、普段は飛び越えてしゃがみ36、じゃあここまで決める。一本選手したのは狭間。Level 2 Action。
ガバパン投げ上げるか。行きますよ。行きますよ。こっちですか。こっちが D 合わせ当たっているが、D プロボウス当たっているんですが、なかなかゴムレイいけない。フランが当たって、そのコンボ、あーヒーリングが化けたー、投げテリカアッパーして、ジャンシーカウンターから安定コンボいったがギリギリ残る。さあ投げ暴れ誘ってきます。必要1対1でファイナルラウンド。さあロボロスをうまく飛び越えながら回ってくるセリカ、サカバン対空だが立ちジャンディアエッジ、2B は2ヒット、サスコンボいけない。気持ちいいですよ。さあ、オーディコンに行く。届いていないが、さあ、ガチ 2D。さあ、頭苦しい。さあ、ミートスターズ、ゴールデンにバイトないです。これは完走できそう。はい、これからこれから。そしてジャンピートーズ、おーバースト4だっぽい。ラスキャン、さあここでようやく狭間が嬉しい1勝目です。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ、4投げ通って緑じゃないからここに行く。落として、ガチジャンピーがエッチ、集団よく立っている。さあジャンプ 6D はちょっと反応遅れたか。スイカアッパーから甘すぎる、ジャンピーカウンター、バスト裏から立ち火、おっと入らない。マルクプラン、いえこれは地上ヒットだ。ジャンピー潰してビーム、死なない。セリカキッカーの裏キック、これは見えない。一方戦術したのはセリカ、オーディーからさらしいカウンターだが変なところで当たった。さあ投げ的を誘われて間違えた、フランが出てなかったですね。いいかな、気持ちいいですよ。決戦が行くよ。
ノグビータイク、ここはいけないが、ロクシーは動かない。さあ、オディシーク、クータイクは大丈夫。あ、少ない。いやー、よく立っている、素晴らしい反応。よし、オーディーからのオーディー見ぬし、これは決まります。さあ、強化フランが当たらないですね。すごい。ゴール行きますよ。さあ、剣は的な動きだが、一気で貫通してくる。すーらー、ここもできない。ガチビー、なっと、ログビーが暴れ通しになった。さあ、ロケラブキャンジャンピーのここかけんスペシャルじゃないですか。かけんスペシャルで崩してバーストを使わしてからの最後は立ちビーというわけで、本日の GWB は 5-1 でディエタセリカの勝利となりました。おめでとうございます。私は知らない。でも私の大切な人たちをこれ以上傷つけないで。